とは、長塚武士の長編小説。作者の郷里である、茨城県絹川沿いの農村を舞台に、貧農一家の生活を、農村の自然や風俗、行事などとともに、写生文体で克明に描いた作品。長塚の唯一の長編小説で、農民文学の代表的作品とされる、夏目漱石の推薦により、 1910年6月13日から11月17日にかけて東京朝日新聞に連載。1912年5月19日に春陽堂より刊行され、漱石による序文度についてが付された。1939年に日活制作内田トム監督によって映画化された。土は1939年4月13日公開の日本映画である。 日活制作、配給。監督は、内田富主演は、小杉勇。モノクロ、スタンダード、142分。内田監督の戦前期の代表作で、長い制作日数をかけ徹底したリアリズムで描いた。地味な内容にもかかわらず3週間続営のヒット作となり、文部省推薦も受けた。評価も高く、第1回文部大臣賞。 第16回キネマ巡報ベスト10第1位に選ばれた。本作は1936年頃に日活企画部の福田英三郎が企画したもので玉川撮影所で撮影されたが四季の移ろいを描くために2年もの撮影期間がかかった。そのため日活本社は長期制作による資金的な問題と工業的に不安であるという理由で制作の中止を求めた。 本作の制作に尽力した、ネギシ一撮影所長は、1938年6月に、責任を負って、日活を退社している。撮影所側はこれを不服とし、表面は中止したと見せかけて密かに撮影を続行。本作のための出費は閉じ、他の作品から予算を削って制作した。内田はその間に、東京線数を制作して、これをカモフラージュしている。 そうして1939年の春頃に作品は完成し、4月13日にテート座で封切られた。小沢実のの生活に題材を置いたことで、工業的な不安を感じていた会社とは反対に、作品はヒットし、文部省推薦に選ばれるなど高い評価を得た。公開後も評価は高く、1959年にキネマジュンポーが選出した日本映画60年を代表する。 最高作品ベスト10で第4位となった。本作のフィルムは長年現存していないと考えられていたが、1968年に東ドイツの国立映画保存所でベネツィア国際映画祭に出品するために短縮された93分の版が発見された。しかし、その版は冒頭と決備の巻が欠落していた。1999年には、 ゴスフィルムフォンドで冒頭の巻を含む115部の版が発見された。東京国立近代美術館フィルムセンターではドイツ版の93分とロシア版の24分を合わせた117分の最長版を所蔵している。1937年10月、新築地劇団によって築地小劇場で初演された。脚色は伊藤帝介、演出は岡倉四郎。 装置は伊藤貴作、出演は鈴木田健賢治、山本康江。1939年には千田コレヤの演出で再演された。全4幕。脚本は戦後、1953年に青木文庫から神山茂雄の解説をつけて、刊行された。再演時の配役は以下の通り。1937年5月28日から5月31日に、 かけて、NHK ラジオ第一放送で、ラジオ小説の一本として放送された。演出は、溝口賢治、脚本は、与田義方。解説は、和田信方。出演は、大谷一次郎、森角子、大東喜城、藤間ふ子、毛利菊江。ありがとうございます。